考えることと生きることと、ある意味住むっていうことと完全にこう一体化してるんですよね。どうやったら設計をしないと何かができるかと思って、とりあえず住み始めたの。元生活者と会った時の、その彼らが言ったそのナチュラルハウスっていう感覚はすごい衝撃を受けたんですよ。今のもう世界にある全ての建、いわゆる建築家が作る建築っていうのは、スタートとしてやっぱりお金であったり、絶対に権力からスタートしてる。彼らは権力からスタートしてないんですよ。これは僕の中ではしっかりとしたある人生の哲学があると俺は感じたんですよ。やめてやめて、ダメ、丸のこ、まだ、曲げて切ったらダメなんで、角一番大事なところなんだから。僕だけじゃなくていろんな人も建てれる可能性を増やそうと。じゃあホームセンターに行って、財布にあるお金ぐらいで作れますかと聞くと、まあ、3万円でお釣りが来ると。なんか戦後とかのさ、その復興の時ってかなりみんなある意味楽しかったんだね。それ希望を持ってたからね。でもやっぱ希望、希望あんだよね、家作ってる。そうなんだよ、希望があるんですよ。すごいよね、それって本当に。これね、僕のお家なんですよ。かっこいいね。かっこいい。遊び来てね。そこに住んでるか。そこが次のドキョンスティック。うわ、完璧じゃんこれ。これ最高でしょ。うわ